始まりましたおならチャンネル、私市川小口です。娘のさよです。よろしくお願いします。さあ、妻の愛です。妻の愛は後ろでカメラを押してくれました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。パパが見てくれました。ママが見てくれ、ママが発表会みたいに見てくれてます。後ろからママが温かい表情で、それはまるで発表会のようだね。さあ、今日はさよちゃん、うん、パパのおならチャンネルではすごいことをやります。なになに、答えたい。本当にこの人のリアクションっていうのはどの通信販売の番組よりもすごいよね。ちょっとさ、うん、ピアニカさん、こうやってさっちゃん、ちょっと待ってください。ちょっとさ、吹いてみたよね。あ、これはですね、パパのお尻についたやつなのですごく汚いんですよ。じゃあ、さえちゃん、ここで座って見てくれますか。パパが今からなんと、まだ何もやってません。まだ何もやってませんよ。笑うポイントないですね。このままいつ持ってきます。お願いします。さえちゃん、じゃあここで見てくれますか、近くで。さあ、パパが今日は何するかと言いますと、ちょっと待ってください。はい、さえちゃんに聞かせてください。わかりました。落ち着いてますよ、パパは。あなたじゃないですか、落ち着いてないのは。よし、オッケー。はい、今日はなんと、はい、おならでパパ今からピアニカを吹くんですよ。あ、そうですね。そうですね、知ってたんですか。おならで鳴らすんですよ。ちょっと待って。はい、何でしょう。見せてください。ええ、行きますよ。いいですか。何、どうしたの。何それ見せられて、パパどうした。パパそれ見せられてどうしたらいいのよ。パパのを見てくれるじゃん。パパのも見るからさ。いい、うん、よし、行くぞ。ちょっと待って、うん、行くよ、やるよ。行く、いいよ、いいね。姉ちゃん寝てる、うん、行くよ。静かにおならしてよ、うん、静かに、うん、今からキラキラ星引きますから。キラキラ星って知ってます。キラキラ光るお空の星よ。はい、オッケー、行くよ。行くよ。行くぞ、さよ。すごい。すごい。はい、できたぞ。パパすごかった。賢いです。じゃあカメラにすごかった、パパのことすごいって言ってください。はい、分かった。すごいです。今日はおならちゃん、はい、さよ、もうここで終わるよ。今日はこっち来てください。さよならって言ってください、こっちで。ちょっと待って、うん、じゃあ今日はここまです。パパすごかったですか。はい、また今度いろんなこと見てくださいね。はい、それでさよなら。